あやさんどうもこんにちは。ゲーム実況やしていただいたまえくんです。じゃあ今回もアングリーバードエピックの初心者か上級者向け講座の何回でしたっけ、忘れたんですけど後で調べておきますということでやっていきましょう。今回はね、前、シーズン1にもちょっと紹介した無謀な挑戦はするなっていうことなんですけど、どういうのが無謀なのかっていうのをちょっと思い出したいと思います。で、無謀な挑戦っていうのはね、例えばね、バナーの HP が高い人とは戦わないでくださいとか言ったんですけど、実は大まかに分かれていて、実はね、絶対に戦ってはいけない鳥と戦っていい鳥があるんですよね。で、戦っていい鳥が、通称ラッキーバードと言われていて、騎士で、木の剣で、一番弱い装備で、バナーも一番弱いやつで、一人しかいない場合、戦っていいです。ですが、その反対の、通称デスバードと言うんですけども、そいつと戦うと絶対高校にあってボッコボコにされて負けるという超悲劇的なバードになりますので、絶対戦わないでください。ほんまに。で、大体デスバードはこんな感じのやつです。大体ここが魔術師で、ツイライトニングとエピックアイテムを持ってたら絶対戦わないでください。絶対高校になります。で、ボコボコにされます。詳しく言いますと、こんな感じのやつです。こいつに会ったら絶対高校になるっていう性質を持っています、このアリーナは。はい。で、あと他にも他にもデスワードは他にもいて、いろいろ種類あるからちょっと紹介しきれないんですけどもね。この他にもたくさんいます。大体はこの、主なデスバードは、魔術師にツイラインとイングの装備ですね。大体がこれなんだよね。どれが高校かを知るためにはここに行くことが必要です。最初からフレンドになっているやつと戦うことです。CM が、おし、飛ばしました。で、ここに行くとね、専攻か高校かをお知らせしてくれます、前もって前もってっていうか、もう入ったらもう戦えないんですけども、とりあえず逃げて、高校か専攻かを知ってください。他にもね、たくさんいるんで、種類がたくさんいるので、ラッキーバードはね、確率が非常に少ないです。確率が非常に少ないんで、見つけたら即戦ってください。はい。で、デスバードは、逃げてください。あったら、とにかく逃げてください。それだけです。あったらもう即逃げてください、ほんまに。絶対高校になってフルボッコにされます。はい、ほんまに。前はね、一応ナメプで戦ってみたらマジでフルボッコにされて、もう泣いた覚えしかないので、もう戦わないようにしてます。デスバードにもね、いろいろな種類があって、ペテンシでミサイルストライクは本当にデスバードです。はい。
もうマジでデスバードなんで気をつけてください。まあ、まあデスバードじゃないやつもいるんだけどね。まあ大体がデスバードです、ほんまに。まあということでね、今回はここまでになります。まあご視聴ありがとうございましたです。まあデスバードとラッキーバードの見分けはついたでしょうか。まあ、またね、新しいクラスできたら紹介するのでよろしくお願いいたします。ではさようならです。ご視聴ありがとうございました。